中島麺屋の中島八重です。昔応神天皇がお生まれになった時に真っ赤の真綿に包まれて生まれてきたっていうことがあの始まりなんですけど、その姿があの今の加賀八幡起き上がりっていうものなんですけども、紅白で並んでるんですけども、ああいうのだとちょっと結婚のお祝い時に、あと女の子のお子さんが生まれになった時に誕生のお祝いとしてお挙げになれる方が多いですね。大きくなっていくごとにこう絵柄も豪華になっていくっていうのが、まあ、あるんですけども、見た感じの華やかさ、最初はやっぱりそういうのがパッと目に入りますね。こう魅力の一つだと思います。小さい時からこうものづくりっていうか作ることとかに結構興味があったというか、ちょっと好きだったので絵付けの方をちょっとやってみようかなっていう、高校のもう1年とかそういう時は全く全然考えなくて、もうあの違う仕事しようと思ってたんです。なんかこう進路とか考えたりする時に、やってみようかなっていうので、高校卒業してからあのちょっと職人さんのところに3年間ほど修行させていただいたんですけども、その職人さんはあのこう起き上がり以外に張り子のこういう干支のものとかあるんですけども、そういうものを作っておりまして、型に和紙をこう貼ってあの重ねて作ってるんですけども、最後乾燥するときにストーブの上にこう乗せて乾かすんですけど、冬はあのすごく暖かかったんですけど、夏とか真夏の日でもあのストーブのついた部屋にいたので、もうそうですね、汗だらだらになりながら、はい。直接お店でやってるので、お客さんに直接いい意見もそうですけど悪い意見も直接聞けるっていうのが嬉しいですね。結構お客さんで見られるのがやっぱ皆さん顔、どの起き上がり以外もそうなんですけども、やっぱり顔を選んで買われるお客さんが結構やっぱり多いので、そういうのはちょっと気をつけていますね。だからといってその職人さんの顔を全く真似するっていうあれでもないと思いますし、まあ、そこはこう自分のこうアレンジっていうか入れてってもまあいいとは思うんですけども、まあ今やってる中で私が一番最年少なんですけども、やっぱりこうなかなかこれだけで生活やっぱできないっていう面もやっぱりありますし、いかにこう、まあ、自分のそういう、まあ、作品を出すかが、はい、まずは、まあ、そこからあの、はい、だと思います。